こんにちは、マイファームの勝又です。今回は太陽熱消毒という太陽の力を使って畑の土を消毒していくというようなやり方を紹介していきたいと思います。太陽熱処理であったりだとか太陽熱養生処理というふうな言葉を聞く方もいるかもしれないんですが、今回に関しては一番シンプルな家庭菜園でも取り組みやすいやり方について紹介をしていきたいと思います。太陽熱消毒と聞くと、ちょっと難しそうだなというふうに感じる方もいるかもしれませんが、家庭菜園でやるときですね、用意するものとしましては、この透明のビニールマルチと、あと水と太陽の光があれば簡単にできるものになりますので、家庭菜園の方でもぜひ挑戦してみてやってみてください。それでは太陽熱消毒をするとどういった効果が得られるのかというところについて紹介をしていきたいと思いますが、3つ主な効果があります。まず1つ目ですね、1つ目が病気の予防で、2つ目が害虫の防除で、3つ目が雑草の防除、こちらの3つについて効果を得ることができます。まず1つ目の病気の予防についてですが、太陽熱処理することで土の中を一回こうリセットするような効果がありますので、もし夏野菜などで青枯れ病であったりだとか、キュウリのこうつる割れ病であったりだとか、何かこう病気が発生してしまったというような方に関しては、特にこの太陽熱処理をすると一回畑の中の土壌の病気というのがリセットされますので、おすすめになります。連作障害ですねって言われるようなもので、ナス科のものを植えてまた次の時にナス科を植えたりっていうようなところで、ずっとこう連続してしまって土壌中に、悪い菌がこう同じようなものがこう集まってしまうというような場合に関しても、一回、太陽熱消毒することで、畑の中リセットすることができますので、少し家庭菜園の中だと面積も狭いというところもありますので、そちらの太陽熱処理一回していただくといいかと思います。2つ目ですが、害虫の防除というところになります。特に、夏場にこちらの太陽熱処理をしていただいて、今度秋冬になると、葉物野菜ですね、キャベツであったりだとか白菜など栽培される方が多いと思うんですが、そうなった時に、ヨトウムシであったりだとか、アオムシ、ネキリムシなどが結構発生するかと思うんですけれども、そちらを太陽熱処理をすることによって温度がすごく上がるということもありますので、そういったヨトウムシであったりだとかの卵がもし土の中にあった場合に関して、太陽の熱によってそういった虫の卵を殺すことができるので、秋冬の時にそういった虫が少し発生しにくくなるかと思います。3つ目ですが、雑草の防除ですね。こちらに関しても太陽熱処理することによって表面がやっぱり熱くなるというところで、雑草の種も死んでしまいます。ですので、例えば人参なんか栽培する方、秋冬も多いかと思うんですけれども、人参ですね、特にマルチをしないという方が多いかと思います。筋巻きでこう種をまいていくと、どうしてもその間に草が発生しやすいかと思います。特にまだ9月であったりだとかは気温が暑い時期になりますので、雑草の成長もすごく早いというところもありますので、その前に太陽熱処理しておくと、その雑草の種を殺すことができるので、人参の生育が先に勝ってうまく生育することができるかと思います。太陽熱消毒していただくと、先ほど言ったこちらの3つの効果が主に得ることができます。それ以外にもっと土作りの効果を得たいという方に関しては、こちらの水を入れるだけではなくて、酵母菌であったりだとか乳酸菌などを菌を入れていただくと、より効果が得られるかと思います。続いて太陽熱消毒のやり方について紹介をしていきたいと思いますが、まず時期に関してですが、温度と日照時間がとても必要になってきますので、だいたい6月から9月の間にしていただくといいと思います。特に梅雨が明けた7月下旬から9月上旬ぐらいまでが最も気温も上がる時期かと思いますので、その時期にやっていただくと一番効果が得やすいと思います。
温度に関してはこの透明マルチをしていただいて、だいたい45度から60度の地温をだいたい20日以上保っていくと、線虫であったりだとか土壌の病気というものがほとんど死滅するというふうに言われていますので、だいたい期間としては20日以上ですね。なので余裕を持って3週間から4週間くらい見ていただくといいと思います。また秋冬の作付けの前にやっていただくということが大事になりますので、まあ、植え付けのこうスケジュールを決めたら、そこからだいたい1ヶ月前ぐらいに準備をしていただくというような段取りになるかと思います。続いてやり方についてですね、この後実際に実践もしていこうと思いますが、まず一番最初にこちらのビニールなどで覆う前に畑を耕していきます。耕して堆肥であったりだとか肥料についてはもう事前に入れておきます。で、入れた後に畝をこう作った状態で水をしっかり畑の中に入れていただいて、その後にこの透明のマルチを敷いて、しっかり土を周りを覆ってあげて、風で飛ばないように密着させてあげるような形になります。それがだいたい1ヶ月ぐらい経った後に、最後このビニールのマルチを剥がしていただいて、そのまま直接種まきであったりだとか苗の植え付けをしていただくような形になります。作業のポイントとして3つあるんですけれども、1つ目、太陽熱に加えて、あとは下の方のこう発酵熱を活用するとより土作りになるというところで、先ほど言ったような酵母菌であったりだとか乳酸菌など菌を入れていただいたり、あとは堆肥であったりだとか米ぬかを入れていただくと、よりこう発酵熱として土作りになります。で、2つ目ですね、この透明のマルチ敷いていただくんですけれども、きちっと、していただくっていうことと、あとは、この穴が開いていないことということがとても大事になってきます。穴が開いているとどうしてもそこから、空気がこう逃げやすくなってしまって、温度が上がりにくいというところがありますので、温度がしっかり上がるように、穴が開いていないようなもので、しっかり密着させて太陽熱消毒してあげるというところが大事になってきます。で、最後3つ目ですが、太陽熱消毒が終わってこのビニールを剥がした後に絶対にそこを耕さないというところになります。先ほども言ったように、そのまま種であったりだとか苗を植えるというところになりますが、太陽熱消毒しても表層の部分しかどうしてもこう熱で雑草の種であったりだとか病気殺すことができないというところになりますので、下の方の中にこう隠れているようなものが上に上がってきてしまうと、太陽熱消毒した後でも雑草が生えやすいというところが出てきてしまいますので、太陽熱消毒したところに関しては剥がした後は絶対耕さないというところを気をつけてください。それでは実際に畑の方に移動してやっていきたいと思います。それではまずこちらの畝立てからやっていきたいと思いますが、こちらの畑に関してはすでに牛糞の堆肥と、あとは秋冬作に人参とかジャガイモを植え付ける予定にしていますので、もう肥料を入れた状態になっています。で、肥料を入れた状態で畝立てからやっていきたいと思います。この時にだいたい水分量が 60% くらいになるようにしていただくので、まあ、表面は結構濡れてるなと思っても中の方が結構まだ乾燥している場合があるので、結構水は多めにあげるようにしてください。特に1ヶ月やっていると、まあ、途中から水を入れるっていうことができないので、最初しっかり水を入れていくということが大事になります。表面が結構今水をやったので濡れてるんですけど、まだ中の方を見ていただいて、まあ、中の方をちょっと見ていただいて、まだ乾燥してるなとか、この横から見た時にまだちょっと
白っぽいなとかっていうので、まだ水が中に入りきてないかなって思うときは、もう少し水をあげてあげるようにしてください。結構表面から水が溜まって横に流れてっていうこともあるので、何回か、あげて一回止めて、でまた時間を置いたらちょっとあげるっていうのが、もし時間があればそのやり方をしていただくといいかと思います。ではある程度水が入ったので、透明のこのマルチをしていきたいと思います。この畝に合った長さのものを買っていただいて用意していただくのがいいかと思います。この時にしっかりピンとしていただくことが大事になるので、しっかりこう足で踏んで土をしっかりかぶせていってあげてください。このような形で周りをしっかり土でかぶせてあげるということが大事になります。でこれ見ていただくと結構ピッチリしているような感じになりますので、この状態だといいかなと思います。でこのような形でしっかりこう密着するようにしてもらうと、まだ今かけたばかりなんですけれども、まあ、少しこう水蒸気が発生していて、もう熱くなり始めているかなっていうのがわかるかと思います。もしどうしてもこう穴が開いてしまったとかある場合に関しては、こういったテープで上を補修していただくといいかと思います。なので補修していただいて、しっかり密封した状態で、周りも風などで飛ばされないようにしっかり密封していただいて、この状態でだいたい1ヶ月ぐらい置いていただいて、それが1ヶ月経った後にこのまま剥がしていただいて、でそこにそのまま種であったりだとか撒いていただいたり、苗の植え付けをしていただくというような形になります。太陽熱消毒のやり方は以上となります。思ったよりも結構簡単にできたかなと思いますので、ぜひ家庭菜園でも皆さん挑戦してやってみてください。ご視聴ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは家庭菜園や有機栽培のノウハウをメインに、農業についての様々な情報を発信しています。動画制作の励みになりますので、参考になった、また見たいと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回もお楽しみに。